こんにちは、 CRD です。今日ですね、昨日に引き続きなんですけれども、限定アクセスのねお話をさせていただきます。っていうのがね、皆さん多分ねスニーカーズ見てる人は気づいたと思うんですけれども、こちらの画像見てください。これいきなりスニーカーズのね開いたところのタイムラインに発売情報ということで、ダンクローバーシティロイヤルのね超ドアップの画像が出てますよね。普通の発売情報となんか違うなっていう風にね感じた方いると思うんですよね。これタップするとですね、このダンクの普通に説明書きというか、これどういうモデルですよみたいなことがね、ずらっと書いてあるんですよね。なんですけども、下までスクロールすると限定アクセスの説明が出てくるんですよ。これも本当に今日ね数時間前ぐらいに、来た情報なんですけれども、でその限定アクセスのね内容どういうものかっていうのを読み進めていくとですね、過去にダンクの獲得に挑戦したメンバーを優先するため、ダンクローバーシティロイヤルはスニーカーズアプリの限定アクセスのみで販売されるっていう風に書いてるんですね。本当にいつぞやのねオフホワイトダンクを思い出しますよね。限定アクセスだけで発売されたというね。まあダンクローもねたくさん出てるとはいえですね、供給型と言われつつ、今でもこういうシンプルなツートーンのカラーに関してはですね、割とプレネつきがちで人気だったりするんですよね。今日はねこの今回の限定アクセスについてね、僕が思うことねお話したいと思います。先にちょろっとだけお話しておくと、まだまだ正直この、限定アクセスはですね発展途上であるなと、ナイキさんは様子見てるなっていうような感じがします。その理由をね、昨日に引き続きなんですけども、この限定アクセスに関してねお話ししていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずは今日この限定アクセスのみでね発売されるってことが急遽スニーカーズで通知されたわけなんですけれども、発売情報のページに目を戻していただいて、さらに読み進めていくとですね、ダンクローバーシティロイヤルの限定アクセスについて理解するっていう文言が出てくるんですね。でその下に、限定アクセスではダンクの大ファンで特に熱心なスニーカーズメンバーにダンクローバーシティロイヤルを購入できるチャンスをご提供、このオファーはスニーカーズで少なくとも12種のナイキダンク獲得に挑戦し抽選に外れたメンバーにお届けしますというふうに書いてるんですね。要はですね、今まで12種類のダンクに応募したんですけれども外れた人、これが今回のですね限定アクセスの対象になるということなんですね。でこの限定アクセスがですね来るのがいつかというと、11月の9日、つまり明日ですね、それと11月16日2日間の間に限定アクセスが来るそうです。この今話した文言ってなんかねピンとくるものないですかね。それがね昨日お話しさせていただいたこちらですね、アメリカのスニーカーズで同じようにですね11月19日発売予定のエアジョーダン1ハイ OG ロストファウンド、これがね発売されるわけなんですけれども、それの限定アクセスをですね過去20回エアジョーダン1ハイの抽選に敗れた人、これが対象になっているということでねお話をさせていただいたんですけれども、その時とめちゃくちゃ被ってる内容なんですよね。ただ今回は12回ということで、過去12回って書いてるんで、スニーカーズアプリが日本でローンチしたのが、2018年なんですね。だから過去5年ぐらいの間にですね、少なくとも12回ダンクの抽選に落ちた人が限定アクセス来るっていうことなんですよね。これは救済措置というか、外れてもね恥れくじの裏にもう一回セカンドチャンスがありますよみたいなね、そんな感じだと思うんですけれども、ただこれってどれぐらい効果があるのかなっていうふうに僕は考えるわけなんですよね。最近出てるダンクとかって割と余ってるの多いですよね。結構スニーカーズにもありますし、ダンク本当に当たりやすくはなってるんで、なかなか12回ね外れてる人は少ないかなって思うんですけれども、そういうことを考えるとですね、これかなり現実的ではないんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけなんですよね。レアなダンクばっかり狙ってですね、プレネつくやつしか狙ってない人だったら、もしかしたら12回落ちてる人っていうのはいるかもしれないですが、それってどういう人かなって考えた時に、プレネのつくやつしか狙わないイコール転売とかなんかそういうところ目的の人もいるんじゃないかなっていう意味ではちょっと危険だなって思うんですよね。実際にねアメリカでね、昨日もお話ししましたけども、この転売屋の手助けをするんじゃないかっていうことをね指摘してるコメントもあるんですよね。外国の方なんですけどもね、ツイッターでこういったコメントがあったりするわけなんですよ。だから僕ね、このやり方って実際誰のためになってるのかなっていうと、レアスニーカーだけを追ってる人、買いやすいダンクは狙わない人、ダンクでもね別に本当に在庫に残ってるかっこいい色のやつだって全然あるじゃないですか。なのにそれを狙わない人、レアなやつしか狙わない人がこの救済措置の限定アクセスを受け入れてしまうんじゃないかなっていうところはね、すごい気になるところではありますね。まあいかにレアスニーカーしか追ってない人とはいえですね、12回もダンク買えなかった人は確かにね1回ぐらい限定アクセス来ても全然いいんじゃないかなと思わないでもないですけどね。しかもこのバーシティロイヤルは以前にも発売されたことがあるんですよね。このバーシティロイヤルは1985年のオリジナルのダンクで、ケンタッキーカラーとしてデビューしたハイカ
カットのモデルのローバージョンなんですよね。以前98年2016年と復刻されたことがあるんですが、その時もハイカットのみだったんですよね。でローはね今年の3月に発売されています。現在少しプレネがつくような感じになっててですね、カレッジカロンの中のね一色ケンタッキー大学の色ということもありますし、人気のね流行りのローカットということもあるんでね、注目度が高まっている一足になってます。なので今回この限定アクセスのみで手に入るという機会はかなりチャンスだということなんですけれども、まあまあさっき言ってたみたいに狭き門ではあるんですが、実はですねアメリカもっとひどいんですよ。このバーシュロイヤルの限定アクセスは日本だけじゃなくてアメリカでもあるんですね。 US のスニーカーズ見ていただくとですね、これバーシュロイヤルのですね限定アクセス、日本と同じ説明が英語でされてるんですね。でこの文章を読むとですね、なんとアメリカでは25回のですね落選を経験しないといけないということで、日本はダンク過去にね12回抽選が落ちてることが条件なんですが、アメリカの場合ですねダンクだけで25回抽選に敗れていないと限定アクセス来ませんよっていうめちゃめちゃ狭いもんなんですよ。正直こんなん当たるかというふうにですねもう投げやりになってしまいますけどね、誰が対象やねんっていうふうになってしまいますけれども、まあそんな感じでね、日本はまだ実はこれは現実味がねある方ということなんですよね。めっちゃ厳しいでしょ。僕ねこれ正直この今回の限定アクセスってかなりナイキは出し渋ってんなっていう気がしますね。多分まだまだね、ナイキさんは今試行錯誤中だと僕は思うんですよね。例えば5回とかだったらめちゃくちゃ現実的ですよね。5回抽選外れた人にだけですね限定抽選オファーみたいなのをして、それで応募することができると。でその5回以上外れてる人の中で再抽選するみたいな感じにやっていくとですね、確実に買えるわけじゃないですけども、チャンスが高くなるという意味ではですね少し平等に近づくんじゃないかなと思うんですよね。こんな感じでねナイキさんはですねどん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 限定アクセスの条件っていうのを変えていくんじゃないかなと思います。もしかしたらね公表してないだけでナイキさんは、限定アクセスをこういう風な人が当たりますよっていうのを内部的にね操作している可能性はあるんですけどね。僕も本当ね一時期狂ったように限定アクセス来てましたからね、なんか法則性がねあるのかもしれないですよね。ちなみに僕はですね、過去ダンク、変えたことありません。スニーカーズでは一回も変えたことがないので、もしかしたら限定アクセス来るんかなと思うんですけども、なので明日もし限定アクセス僕が来たら、この動画でねお伝えしたいと思います。12回応募してすらないと思うんですけどね、皆さんもね知らん間に、12回落選してる可能性ありますんでね、数えてみたら実はみたいな、不意にポコンとね、限定アクセス来る可能性ありますんで、ダンク当たった試しないわという人はね明日スニーカーズね注目しといた方がいいかもしれないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まだまだこの限定アクセスに関してはですねナイキさんの売りたいやり方と我々スニーカー好きのですね間で折り合いがつくシステムにね、なるまでは少し時間はかかるんじゃないかなと思うというところでした。必ずしも限定アクセスで希望サイズが届くかどうかっていうのはねまた別なんですよね。僕も以前ありました、限定アクセス届いたはええけど25センチまでしかないとかね、そんなことありましたんで、限定アクセスが届いたからといってよっしゃーとは言ってられないというところですね。本当に思うのはなんか狙ってたやつでもないのに衝動買いしちゃったみたいな結局履かなかったりするんで、限定アクセスで届いたスニーカー別に無理して買う必要はないんでね、明日11月9日と、11月16日ですね限定アクセスありますけども、過去ダンク、12足抽選外れやった方ね、もしよかったらコメント欄に書いていただけたらと思います。そんなたくさんいるのかなっていうのが気になるんでね、よかったらね聞かせてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。Inside 素足みたいな感覚 Freedom 1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダル I'm good スーツで決めるサンダル I'm good